イバネ・ジャバヒシビリは、ジョージアの歴史家、言語学者であり、その膨大な作品は、現代のジョージアの歴史と文化に、多大な影響を与えた。彼はまた、トビリシ国立大学の創始者の一人であり、1919年から1926年まで、その学長を務めた。イバネ・ジャバヒシビリは、グルジアのトビリシで、トビリシギムナジウムで教育者として務めていた貴族の、 アレクサンドレ・ジャバヒシビリー・ベインズ・ゼイ・ジョバキシビリー・コーの下に生まれた。1899年にサンクトペテルブルク大学東洋学部を卒業後、彼は母校でアルメニア語、グルジア語文献学の志向師となった。1901年から1902年まで、彼はベルリン大学の客員研究員だった。1902年、彼は師匠であるニコライ・マールに付き添って市内山に行き、 そこで中世グルジアの写本を研究した。ジャバヒシビリの記念碑的であるが、未完成のカートベリエリスイストリアの最初の巻が1908年から1914年にかけて刊行された後、この若い学者はすぐにグルジアとコーカサスの歴史、グルジアの法律、古文書、外交、音楽、演劇、その他の分野の結出した権威としての地位を確立し、これらの分野で、 画期的な研究を生み出した。1918年初頭、彼は、トビリシに、グルジアで、最初の世紀の大学を設立するのに尽力し、長年のグルジアの知識人たちが抱いていたが、一貫して、ロシア帝国当局に不満を抱いていた長年の夢を、実現した。ジョバキシュビリーが、教授と、グルジア史学科の学科長となったトビリシ大学は、グルジアの教育生活において、 急速に支配的な位置を占めるようになった。1919年に、ジャバヒシビリは有名な科学者、ペトレ・メリキシビリの後を受けて、大学の第二大学長となり、1924年のンソビエト8月放棄の影響で、ヒマルクス主義者の知識人に対する寛容性が縮小し始めた1926年6月まで、務めた。彼は出版と教授を許されていたが、 この辞職は彼の命を救ったのだろう。彼の大学時代の後継者は1936年から37年にかけてのスターリン主義者による大粛清の犠牲者の一人となったからである。彼は1938年にそを辞任せざるを得なかったが、間もなくジョージア国立博物館の歴史学部長に任命され、1940年にトビリ市で死去するまでそこに留まり、 の庭に埋葬されたジャバヒシビリは、グルジアの政治、文化、社会、経済の歴史の様々な側面を扱った作品を170点以上書いた。1908年に初版が出版されて以来、彼の主な著作である A History of the Georgian Nation は、前近代グルジア史を最も包括的かつ雄弁に扱った作品の一つであり続けている。残念ながら、 それは、他の、どの言語にも翻訳されていない。ジャバヒシビリの最も影響力のある記事と本の、いくつかは、A History of the Georgian Nation を含めて、1977年と1998年の、彼の全12巻の作品集に展載されている。ありがとうございます。